昔のね、剣道雑誌のこの堅苦しいイメージ、とっつきにくいイメージをもうぶち壊すがごとくですね、今この剣道日本さんが攻めに攻めてんすよ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか？おー、みんな剣道の雑誌って読んでる？昔から剣道界には2種類剣道雑誌があって、一つが剣道日本さん、もう一つが剣道時代さん。これ今でも同じ2種類の雑誌がずーっとこうあるんですよね。で、今日お話ししたいのは剣道日本さんの方です。これほんとね、時代の変化というか移り変わりというか変わったなぁと思うんですよ。昔のね、剣道雑誌のこの堅苦しいイメージ、とっつきにくいイメージをもうぶち壊すがごとくですね、今この剣道日本さんが攻めに攻めてんすよ。昔読んでた人が見たらもうびっくりすると思う。本当にこれ剣道日本っていう感じで、最初に読むにはもうすごく読みやすいと思います。それでもこれあくまでね、僕の感想になるんだけど、剣道日本攻めてるなぁって思ったのが、これ先月号なんだけどね、表紙なんですよ。これいいでしょ？めっちゃいいでしょ。普通はね、偉い先生か有名な選手ですよ、表紙なんてのは。でもこれほら、普通の人攻めてるでしょ。しかも今月号よ、今月号、5月号はこれ、あれ一見普通じゃんって思うでしょ。違うんですよ、5月号は表紙が3種類あるんですよ。3種類表紙がある雑誌なんて聞いたことないでしょ。で、本屋さんで流通してるのはこの表紙なんだけど、あと2種類やって、それはネットで買えるようになってます。やるでしょ。しかもね、この表紙、これ先月号だけど、見てこれちっちゃいロゴ、剣道日本、こんなちっちゃいの、これ大丈夫？こんなちっちゃくて。でもその代わりにここですよ、このキャッチコピーすごいでしょ。会社員だってここまでできる、いいでしょ。今月号だったらほら、ちっちゃいロゴもこんなちっちゃくて大丈夫、もうこっちが心配になっちゃう、もうそんなところに強いところこそ楽しいんです。これね、何が変わったかっていうと、これ僕の考えよ、この文章がすっごいね、我々目線なんですよ。普通はこういうところにね、剣道は左手だとかね、左を制す、また左だな、あれ、何々を制する者は剣道を制すみたいな、こう技術的なこと書いてない。そうじゃないんですよ。これ我々目線で表紙を作っていただいてるっていうところが、もう僕は大好きになっちゃいましたね。とは言っても、変わったのは表紙だけなんじゃないのって思ってるでしょ。思ってるでしょ。でも違うんですよ。結構ね、中もすんごい変わってるんですよ。まずだってほら、形からして変わってるんですよ。ちょっとね、こう横に伸びたの。A4 から横に伸びたのね。それで中もね、もうみんなね、今フルカラーですよ、剣道日本。このご時世にフルカラーで、写真がね、とにかくね、大きいの。写真が大きいからすんごい読みやすいんだよね。じゃあほら、こういう感じでね、写真が大きいんですよ、写真が大きいの。でもね、やっぱり剣道雑誌といえば付録の DVD じゃないですか。本屋さん行って、あ、今月は剣道日本 DVD ついてるな、じゃあちょっと買っちゃおうかな、得したな、みたいな。それでね、買う月と買わない月があったりするでしょ。でもね、今時代は変わりました。 DVD なんてもうついてません。代わりに、じゃじゃん、これ見てください。今もう DVD じゃなくて、もうね、ネットで配信するようになったんですよ。 YouTube で配信します。ダウンロードのページを見て、ここに QR コードがあって、これを携帯でパシャリ、すぐ YouTube に飛んで携帯で見られる、こんな時代ですよ。でね、これすごいなとかって思ってたら、よく考えたら、うちも、うちの家もね、もう DVD プレイヤーなんてないわ。それで、剣道日本まだ読んだことないよっていう人は、大体ね、本の内容ってこんな感じになってます。まあ最近のね、剣道日本どんな感じになってるかというと、これはまあ今月号の表紙なんだけど、まあ毎月ね、まずこの大きいテーマがあるのよ。大きいテーマ、今月だったら新人データバンク2020みたいなのがあって、あとはね、もうみんなね、読み物なんですよ。読み物どんな感じかっていうと、これ最初これ読み物、人物インタビューみたいな読み物でしょ。でここ読み物インタビューでしょ。でここもインタビューでしょ。これもインタビューでしょ。これもインタビューでしょ。これめっちゃ面白かった、このアンカージャパンの社長さんの井戸さんの話、めちゃくちゃ僕好き。でこのあの道場紹介みたいでしょ。でこれまた、学校紹介みたいでしょ。で人物インタビューでしょ。もうこんな感じ、人物インタビューで、ここ最後も人物インタビュー、まあ、グラビアみたいなのあるんだけど、これね、結局その技術的な話っていうのはもう本当にね、ここだけ、この強者に学べっていう、ここだけなんですよ。あと、ここも馬場先生の これもちょこっと技術的な話載ってます。で、あとはね、ほとんどこう読み物なんですよ。これ先月号で言うとね、まず大きいテーマが、今回はこの7段ってなんだ、これ先月号、これテーマですよ。これテーマがあって、あとはみんな読み物なんですよ。これ読み物でしょ。
この表紙のこの方宮原さん面白かったです。であとまあ大会のリポートとかあったな。これ大会のリポートだな。大会のリポートがあって、あとはほらほら読み物インタビュー、7段のこれインタビュー、人物インタビュー、道場案内、道場案内、これインタビュー、インタビューで、これ剣道女子ってですね。だから技術的な話っていうのはもう本当ねここだけと、ここですよね。これ昔から続いてるやつね、この2つぐらい。ほらあこれも道場案内か。ね、ほとんどこの道場案内とか、人物インタビューとかで大きい写真を使いながら読んでもらうようになってます。だからめちゃくちゃねもう本当物語みたいで読みやすくなってます。それといつの間にかね剣道日本さんのホームページが充実してて、そこのオンラインショッピングとかも結構あるのよ。それで最初にちょっと話したんだけど、今月号表紙が3つあるって言ったじゃない。これねすごいから、もしよかったらちょっとね見てください。こんな感じです。剣道日本のねメインのホームページから、ここの右のバナーで公式通販サイトってのがあります。ここから入ってもらうと、ほらこんな感じでもう剣道日報のバックナンバーとか専門の書籍とかね、 Amazon でね売り切れてるようなやつもここで買えたりします。でさっき言ってたね5月号の表紙が3つあるっていうのはね、これとこれとこれなんですよ。これみんな5月号なんですよ。でホームページ結構いろいろ充実してるでしょ。それで、まあ、最後これですよ。これこれこれ雑誌から出てきた。これ何かというと郵便貯金の払い込み表なんですよ。これは年間定期購読って言って、毎月毎月発売日に自宅にこれをね剣道日本を届けてほしい、もう本屋さん行くのめんどくさいから届けてほしいっていう人はこれ使ってたんですよ。これに名前と住所書いてお金持ってゆうちょの ATM でこうやって送金するんですよ。こうやって昔申し込んでたんだけど、なかなかめんどくさかったんだけどね、これも今やホームページからクレジットカードですぐバーンとできます。時代は変わったよ本当。まあ今こんな感じでね、コロナウイルスのせいで稽古もできないから、まあ、本屋さんでも行って、まあ、剣道日報でも買ってこうやって眺める稽古した気で読むみたいなのもねいいかもしれないですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。